ピエトロ・ベンベヌーティはイタリアの新古典主義の画家であるフィレンツェの美術学校の校長などを務めたトスカーナのアレッツォで生まれた1781年からフィレンツェの美術学校で学んだ後1792年から1803年の間ローマで修行したローマではヴィンチェンツォ・カムチーニトル・イージ・サバテッリと工房を開いたフランスの新古典主義の画家 ジャック・ルイ・ダビットから影響を受けた。アレッツォに帰郷した後、ナポレオン一世の妹で、トスカーナ大公国の君主になったエリザボナパルトに、宮廷画家として招かれて1897年に、フィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校の校長に任じられた。1811年から1812年にかけて、同僚の画家や学生とフィレンツェのピッティ宮殿の装飾画を描いた。 ナポレオンの失脚によるエリザボナパルトのローマ亡命も、ベンベヌティの地位を失わせることもなく、新しいトスカーナ大公、レオポルド2世からもサンロレンツオ聖堂の装飾画を依頼された。亡くなる少し前まで美術学校の校長の仕事を続け、多くの画家を育てた。ベンベヌティの教えた学生には、ジュゼッペ・ガンドルフォ、ステファノ・ウッシ、チェーザレ・ムッシーニ、アントニオ・チゼリ。 フランチェスコメンシラがいる。ありがとうございます。